皆さんどうもこんにちは、ゆめたろじです。今回の動画は昨日に引き続きヤフオクつながりにはなるんですけども、今回は増収クワ株業界のレジェンド、もうこの YouTube という中での先駆者、この方抜きではクワ株 YouTube を語ることはできないと言っても過言ではない、その方が販売していた生態を夢旅人即決価格でポチポチっと落札させていただきました。やはり同じものが販売されていたとしても誰が飼育して育てたものなのか、そこが夢旅人結構重要視している部分ではございますので、ここにねレジェンドの虫眠っております。早速こちらの中身開封して夢旅人何を増収したのか見ていきたいと思います。それでは早速中身の開封やっていきましょう。はい、それでは早速こちらの中身開けていきたいと思います。オープン、よいしょ。そしてこちらもよいしょ。あれ、これなんだ、注文していないものがちょっとこちらに入っているんですけども、これは一旦寄せておきましょう。はい、ということで先ほどの幼虫は最後に見るとして、こちらね、もう名前出ております。よいしょ。今回出品されていた方というのはこちら四つ星ひなかぶとと書いているんですけれども、どうでしょう、心当たりありますでしょうか。この YouTube 業界のレジェンド、そう黒猫さんから今回購入させていただきました。そしてこの四つ星ヒラカブトだけではなく、もう一種夢旅人気になっていたものがありましたので、合計で2種ですね落札いたしましたので、まずは黒猫さんからの四つ星ヒラカブト見ていきたいと思います。それでは中身開けてお立ち台の方に移動しましょう。はい、それでは早速見ていきたいと思います。こちらじゃじゃーん、出ました、黒猫さん印の四つ星ひなかぶとになります。この四つ星1年前まではめちゃくちゃ高かったんですよ。やはりこの見た目カブトムシと言われれば、まあカブトムシだけど他の誰も持っていないこのボディ、これがやっぱり人気の秘密。ただこれね、もっと夢旅人好きなところがあって、今回のことは小さいんですけれども、この足、これねグローブみたいな足してるんですよ。あの前足だけやたら大きい、そしてこの愛くるしさもうたまりませんね、四つ星で。この前胸部分、今回はここ色一色となってますけども、頭の部分が黒くなったりする個体もいると。なのであのカブトムシなのに色も楽しめてしまうという不思議な四つ星ひなかぶととなります。いやーすごいね、これかわいいな。でメスの方、これほら見てください、メスの頭、この子は頭部真っ黒ですよね。こういう感じのオスも出てくるんですよ。だから色、このカラーパターンも楽しめる、そして可愛いで長生きをするというよりも休眠期間、寝ている時が長いので、まあ落ちるリスクもありますが比較的長い間共に過ごせますよっていう点でも通常のカブトムシと比べればなんかお得感というか、うん、愛着が湧いてくるんじゃないかなと思っております。それではこちらが黒猫さん印の四つ星ひなかぶと、もう一種落札していますのでそちらも見ていきましょう。はい、それではもう一種
この中に入っております。開けていきます。オープン。どこだろう。いたいたいた、この子です。この子、じゃじゃん、スリナム三つの兜エクアドル産ということで、三つの兜になるんですよ。これ早速皆さんにお見せしたいと思います。夢たち、これがねメインで購入していますので、ワクワクが止まりません。それではお立ち台行ってみましょう。はい、それでは早速見ていきます。よいしょ。わお、めちゃくちゃかっこいい。こちらね、ちょっとメスはほっといて、オスの方、これがスリナム三つの兜になります。見てください、このロングフォーン、そしてトリケラトプスのようなこの頭、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。さらにボディはテカテカ、まさにレギウスとかタランドゥスとほぼ変わらないような光沢を持っています。この顔見てください、なんていうの、その猫っぽいような顔してるんじゃないですか。これ夢旅人の勘違いでしょうか。すげえかわいい。しかもこの見えますか、ここからでもお腹のギャランドゥ、これたまりませんね。めちゃくちゃかわいい。やっぱり三つの兜、ひっくり返すとお腹の方は赤いですね。毛深くていいじゃない、めちゃくちゃかわいいじゃない。ほらやば、このスリナム三つの兜、黒猫さん動画出していたので、それを参考にしながら夢旅人ブリードをしていきたいと思います。メスちゃんはというとこちらにいます。このメスもねピカピカなんですよ。で、頭、これねオスは3つ角があったのに、メスは3つへこみがあるんですね。これまたなんかオスメスすごい見分けやすいですね。頭の突起が3つへこんでいる、これが一番ね特徴なのかなと夢旅人思います。いや素晴らしいですね。ボディの光沢、そしてサイズ、これくらいの大きさの小さなカブトムシたち、こういうのを夢旅人集めて、今度から夢旅人の名前を三つのサイカブトさんなんてねつけたいなと願望がございます。それくらい今三つのカブト、そしてサイカブト系ハマっております。やはりサイカブト、三つのカブト、こういったものを飼育する上でまず欠かせないのがこのスリナム三つのだと夢旅人思っていますので、黒猫さんがね販売されているスリナムならぜひ夢旅人やりたいぞと、そういう意気込みで今回購入させていただきました。いや本当にこの頭かっこいいっすね。めっちゃロングじゃんっていう。ということで、この子見終わった後に、なんか一番初めにプリンカップに幼虫入ってたので、これ何の幼虫なのか、そして黒猫さんに感謝をねお伝えしたいと思います。それでは早速見ていきましょう。はい、ということでこちらね、黒猫さんおまけをつけてくださっておりました。この中何が入っている、何の幼虫がここにいるんだというところなんですけども、皆さんご想像できますでしょうか。黒猫さんの動画内でも公開されているこちら、じゃじゃん、ティモレンシスの幼虫3頭おまけでつけてくださっております。で、このティモレンシス、赤いギラファとして知られているんですけれども、これ嬉しいことにオス、メス、メスのトリオで今回送っていただいております。やはりね赤いギラファ、ここは押さえておきたい、そう夢旅人思っております。で、実際に夢旅人もティモレンシスこちらでね購入して今現在休眠中となります。で、黒猫さんの動画見てもらえれば一番わかるんですけれども、これ
上肢が赤いんですよ。で、赤ギラファ、ティモール島産のこのティモレンシスだけがギラファの中で唯一赤くなるとされています。で、これ夢旅人黒猫さんの動画を見てペアを購入したんですよ。で、そのペアで購入したオスが落ちてしまって、で、再度ペアで購入し、現在1オス2メスの状態でございます。なので絶対ブリード失敗できないぞと思っていたんですが、今回ねおまけで3と来てますので、夢旅人が失敗してもなんとかティモレンシスはつなげるんじゃないかなと思っております。本当にね、黒猫さんおまけいただきありがとうございました。そして、まあ、夢旅人落札してから黒猫さんに取引メッセージで連絡をして売名させてくださいと、黒猫さんの名前を夢旅人の動画で使わせてくださいっていうふうにお願いしたところ、心よく全然使ってくださいと。なんかね、このチャンネル登録者数の少ないこの夢旅人に対しても温かみのある言葉をかけてくれて、で、夢旅人が YouTube を始めた当初から黒猫さん夢旅人のその Twitter の動画上げましたよっていつも出してるやつとかもリツイートとかいいねをしてくれて、そこでその夢旅人っていう名前を知った方もたくさんいるんじゃないかなと夢旅人思っているし、すごく感謝しております。で、夢旅人からしたら本当にレジェンド、夢旅人が YouTube を始める3年くらいも前からずっとこのクワカブっていう YouTube を上げ続けている。さらに定期更新、しっかりと休むことなく動画更新されていて、自分のスタイルを崩さないっていうんですかね、何百万再生っていう動画も数多くあったりとか、やはりこのクワカブ YouTuber としては憧れのレジェンドと言わせていただきたいなと思っております。いつかこの YouTube で黒猫さんのね肉声をゲットできればさらに嬉しいなと、ちょっと欲をかいてみたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回のこの黒猫さんから購入した生態、まあ、産卵セットの割り出しとか飼育方法なんかもこの動画でやっていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それじゃあまたね、バイバイ。